はい、どうもー。ドークピスキーでーす。やっほー。というわけで、配信始めました。ゴーって音が入ってたら、空調入っててごめんね。いやー、今日スチーム VR 重いね。さて。こんな感じでのんびり始まってるけど、もういっか。よいしょー。よし。今日はどうだった？どこ行こうかな。誰かいるかな。いやー、なんだかね、さ、今朝ずーっとさ、今朝っていうか昨日の夜から朝にかけて、ゲーム、コラボやってたからさ、大変っていうか、うん、ちょっと眠い。今は私の部屋から配信だね。今日はどこ行こうかな。そういえばあれだね。わたるちゃんとかミロさんがあれをやりたいって言ってたから、あのワールド行くのもありだけど、一人で行ってもなぁ。せっかくなので夏らしいところに行こうかなーって。今から行くのは会場の花火。見に行くよいやー、着いたね。ここねー、花火がねー、水面に、見えるところなんだよね。およ。にしてもここシンプルだったな、やっぱ。どっかに上上がれたっけ？どこだ？ここ。
久々に来るとさ、ギミック忘れてるよね。ま、ここはこんな感じに花火が上がってる場所なんだよね。ここもここでいいけど、私はなぁ。うん。川床の方が好きなんだよね。他のところの花火見に行こうかな。ゆずさん、ヤッホー、配信なあらま。ー。久々にさ、夏っぽく花火って思ったんだけど、ここのギミック、忘れた。上にどっかで行けたかなと思ったんだけど、自力で飛ぶんだっけ？に。なので、やっぱ、個人的に好きな川床とかさ、マットさんの花火系見に行く方がいいのかななるほど。というわけで、今、お部屋を作るか。なるほど。どっちがいいかな。花火遊ぶんだったら、いにしえからあるあの花火屋さんでいいんだけど。花火屋さんにするのかい？ただ、あそこだとね、かなり古いからさ、正常に動くかがわかんない。なるほどね。やっぱ川床行くか。まあ、そこ安定してるしな。サマーナイト、メモリーもいいけど。あ、花火岬あんじゃん。3.0対応してる。お、ここの方が良さそうだね。というわけで移動します。画面安定するよー。うん。おー、ちゃんと言ってるね。生きてるね。ゆずさん、こっちこっち。上の方行く？どっち行こうか。確か2種類あったもんね。上行こう。ここはね、純粋に花火を楽しむために作られてるワールドなんだよね。音とかも本格的なものを使っててって感じだね。これ全部グローバルか。ベニッシュはアウトだったような気が。おぉ、まあいいや。いやー、たまやー。こんな感じだね。こうやって見ると後ろ姿も結構いいサムネになりそうだね。まあ、花火打ち上がってる瞬間映すの難しいんだが。なるほど。ね。改めて花火を見てみると結構ね、すごいよね。で、あそこにあるあのポータル、下のところ行くんだっけ？多分下じゃないかな。ちょっと向こう移動してみよう。スローワークポータル。花火の下に行くやつだね、やっぱ。近いの？
うやって見ると、ほんとさ、下から見えるんだけど、ここさ、水のところの影の設定のせいもあって、遊んでる方として下見ると、すごい影が映り込むのよ。てか、くっついてくる。そうね。なので、戻ろう。よーし。いやー、でもこれ見るともう夏だなー。いや、夏なんだけど。おいしょー。なんだかんだでさー。梅雨ってもう明けたん？いや、まだあるんじゃない？まだ梅雨なんか。梅雨。うん。梅雨と夏が合体してるんだ、今は。つまり、夏梅雨。で、ゆりさん、今日もお仕事？今日ないよ。おー、じゃあのんびり行けんじゃん。今日私は11時からわたるちゃんの配信の方に移りに行くかなーって感じかな。で、おもじゃん久々にやるみたいなこと言っててさ、うんうん。おもじゃんまだ。ほら、あの、ワード組み合わせてやるゲームあったじゃん。一番面白い人が勝ちっていう。ああ、あれか。そう、あれ。そう、まるで夏のさ、修学旅行の高校生の夜中にこっそり隠れながらやるかのようなミニゲームだよね。まあでもあれはね、あの下ネタ作っ一番最下品なネタ作ったものが出るんだ、まあね、間違いない、ね、それはそう、勝者じゃん。もう私の配信枠じゃないし、そこは手加減しなくてもいいのかなーっていうのと、そういうの好きな人がいるから、手が多分来ると思うから、その人次第かな。ちなみに私は、はい、清楚です。ね。本当に？本当に？少なくても、ルナちゃんより清楚かもしれない。で、キューちゃんよりは清楚。なるほどね。そう、あえて清楚のランキングを今こうペン持ってきて書くとしたら、はーい、チキチキ清楚ランキング、まず私の位置がここら辺で書くとして、うん、これより上か下かで、清楚を分けるとしたら、私より清楚度が高い人、低い人、みたいな感じでいくんだけど、大まかに私より清楚度が低い人をまず書こう。確実に言えんのが、キューちゃん。うんうん、そうだね。清楚じゃないね、あれは。あれはね、うん。まあ、ネタに走ってはいるから、なんとも言えないけどさ、少なくても、清楚ではない。うん。ぬん。キューちゃんと。ふふふ。コーラがなかった。で、ここと位置に争ううちの清楚じゃない枠っていうところになると、うん、多分真逆なんだよ。いや、いや、あれはもう下品の位置でしょ。だってね、今日、そう、今日私たちがね、いつも交流してるようなね、ディスコとかで話してる内容がね、いきなり、うん、うん、なるほどって思っちゃったもん。あれ、おかしいよな、あれ。起きたら、あの放送があんの、いかれてるんだよ。だから、ダツコラで俺は警察に捕まえてあげたんだ、いつも。それにゃん。捕まってくんないかな、捕まってくんないかな、早く。もう。
まあ、清掃枠ではない。ゆずさんもどちらかというと、キューちゃんよりは上だけど、私よりは清掃度としては下かもしれない。なぜだ、めちゃめちゃ清楚ではないか。よー、バインバイン。清楚じゃん。じゃあいいよ、同じぐらいにしとくよ。同じにしとくよ。よしよし。で、問題はここから先ですよ。個人的に、多分、清楚度が高いっていうところになると、間違いなく一番上に来るのは、クレハちゃん。そうね。そう、クレハちゃんに関しまては、多あ、あん分、ま、ね。ね、まあでもあ、あんま絡んでないっていうのがあるから、い本性や、がツわイッからタんー上けとか見てても、清楚な方だと思うのよ。ど。そうね。で、わかりづらいんだけど、清楚というよりかは他の枠に行ってるよなーっていうのが、いろはちゃん。なんていうかもう、ガジェット？ガジェット枠？清楚とは？みたいそうな。ね。多分、清楚って言われた瞬間に、宇宙猫がよぎるような感じだと思うんだ。なるほど。そうそうそう。だからここら辺にピヨーって飛んでんのが、イロハちゃんかな？戦力外ということで。戦力外っていうか異次元よね。ただ単に。インさん、こんばんは。そして多分、棒読みちゃんがまだ死んでるか？これは。まあいいや。今ね、清楚ランキングをやってる、うちのグループのね。どうぞ。よいしょー。で、今戦力外にいたいろはちゃんとして、これでまあ大体、おおよその順番的に言うと、ルナちゃんだよねー。翡翠ちゃんもね、清楚かと言われるとね、あれは森を燃やすドリアード族だから、属性的にはファイヤーだよね。というわけで、ルナちゃんはここら辺かな？で、翡翠ちゃんは、あ、でも、キューちゃんとの絡み的に考えて、清楚ではなくツッコミ系でもあるから、まあ、同じぐらいにしといてあげよい。よし、完成。上に行くほど清楚だよ。横に行くほど異次元だよ。ほら、やっぱ私、清楚。そうなのか。という感じの、まあ、ざっくりとした清楚ランキングをやってました。お、僕会社ありがとね。なんで、重っ。今日、スチーム VR 重くない？そう。よいしょ。いや、ガチでスチーム VR が超重い。私は持つのだろうか、11時からのやつ。それは待つんだよね。というわけでカメラを寄せとこう。単純に今日ネット回線というよりかは、全般的に配信用のサーバーが重いのかもしれないね。こういうの調子だと。いや、配信用サーバーっていうか、スチーム VR のサーバーかな。お、うなるさほぎど。さん2つありがとね。いやー、もう夏だよ。花火だよ。
に。なるほどね。後ろでずっと花火上がってるけど、久々に来ると、ここのワールドさ、あそこの横のさ、半径的にあれな音楽を入れるの結構寂しいね。そうね。ここね、実はね、音楽と連動して花火が上がるっていうのも入ってたんだよね。演目みたいな感じで。それが楽しいワールドでもあるので、本来の楽しみ方としては本当に50%ぐらいなのよ。あ、やっぱ少し重たいのか。リスナー側の方から見ても重いってことは、結構17ちゃん自体の配信も重くなってんのかな？なるほどね。に。ホラーに行かなくてよかった。うん。うっかりホラーに行きそうだったからさ。ね。どんなのか。なんか、ゆずさんが書いている。ふ。肉ーって書いてあるね。肉ー。肉ねー。肉って書くと大体こういうイメージが先行するよね。こんな感じだよね。なるほどね。肉。よいしょ。ちなみに今日も暑い夏日だったけど、大丈夫だった？私はペットボトル4本暑空いかったのか。よ。暑かった。部屋の温度がね、32度いってた。爆睡してたからわからなんだ。空調入れて寝てたんだね。健康的でいいけどさ、寝ていいけどない。さ、寝てないんか。まあ、眠いって言って書いてた空調もん入れてね。ない。まだ開けただけ。無理せず、ちゃんと空調入れんだよ、みんなは。いやー、なんだかんだでさ、一番良くないのが、電気代が気になる。だからといって、空調を入れないっていう、それが一番ダメらしいからね。ぶっちゃけ我慢するよりかは、他の何かをつけるよりかは空調を入れとくっていう状態にしとく方が実はいいみたいね。ちなみに私のお部屋でね、空調を入れるとね、比例するかのように、てか反比例するかのように、PC が熱がすごいってなる。なるほど。ね。いや、熱自体は排熱してるわけよ。ああ、まあ、そんなではないんだけど、空気の回転が止まるっていうのあってさ、窓を開けっぱにして、夕立とかにあったらどうしようっていう心配があるせいで窓を全開にできないのよ。なるほどね。で、そのせいで窓が中途半端に閉まってて、風の循環が止まってて、え？どうしようみたいになるわけよね。一番いい窓の開け方だと、やっぱあれか。お、マッピーアッホー。後ろにマッピー登場。ちなみに昨日、私もマッピーも、お蕎麦屋さんとか、隊長のね、配信に見に行ってたんだよね。インした瞬間にね、出たね。めちゃくちゃね、インパクトがあるサムネを見ちゃってね、あれは行かざるを得なかった。まあ、いろんな方がいてびっくりした上に。うん。VR ゴーグルは、やばい。ね。あれもね、ゆずさん見たらね、思わず、いつものアバターに頭に乗っけるやつみたいに入れる。絶対入れそうになってると思なるほど。う。ね。
声が好き。ありがとね。今日さ、やっぱ棒読みちゃん調子悪いのか、全体的にさ、ソフトウェアが重いのか、画面を見て気づかないと気づけない状況になってるからごめんよ。ねえ。ちなみに今日は本当に朝のね、朝っていうかもう、昨日の夜からの配信やってる時にさ、銀行強盗やってたんだけど、時間、3時ちょい？そうね、3時ぐらいだねね。え。みんな真似しちゃダメだぞー。その後に、ブルプロとかやっちゃったりしちゃダメだぞーって感じやってたからね。やってたね。意外とさ、今の時期っていうのは新作が始まるっていうのと、夏、まあ、春アニメが終わって夏アニメに切り替わっていくっていう時期だからさ、ね。ある意味忙しいんだろうね、ネット上も何もかも。そうね。あと、今のうちにひっそりと消えてく寂しい量をするようなゲームも多いよねー。ね。あるのか。ガチャの課金を控えくださいみたいになっちゃうようなゲームも多いから、今の時期って本当移り変わりがすごい。また動画見てるからぜひ、22時、マッピーから、ね。オッケーオッケー。そして今22時になる。いってらっしゃー。ね。そう、ワッピーもね。今度その、お蕎麦屋さんの、まあお蕎麦屋さんと隊長のさ、ファンタズム？の、ポスター広告募集の方に出そっかーみたいなのを昨日ちょっと話してたんだよね。うちも出すの？ファンタズムの方に出してみたくない？ポスターでも何でもいいからあれ、一枚の絵作っときゃいいだけだからさ。それは、それは何？うちのグループとして出すってこと？グループで出しとけば、被弾率、高くないじゃん？そうね。に。で、かつ、多分、うちの枠っていうか、グループの中で、そういうなんかポスター系とか、雑コラとかやるのは、ゆずさんが一番早そうなんだよね。で、ついで多分、キューちゃん。で、私とルナちゃんは一番低いから、これは早いね。ね。ポスターはね、センスがないから無理だよ。そう、ポスターってさ、センスが必要ないから、サムネよりか圧倒的に難しいしさ、私のサムネ作るときって大体がさ、インパクト重視になっちゃうんだよね。いわゆる、なるほど。サムネの形式っていうのがある程度テンプレ化されてるから、そのテンプレ化されてる内容の通りに近い形で、文字が読みやすい流れと、顔とかそういうので無理やり引っ張るっていう流れができちゃってるせいで、ポスター向きではない。ないんだよ。なるほど。ね。で、あとを言うと、私はアドビの入れてないんだよね。ああいう、なんていうか、ポスターとかも作成するように使うような、サブスク？そう、サブスク。動画のサブスクだけも高いよ。やだよ。ね。てか今さ、ああいうさ、アドビのソフトウェアってみんなさ、サブスクじゃん？買い切りじゃなくて。ちょっとそれがさ、あまり好きじゃないというか、私は買い切りの方が好き派。そうだよね。まあそれはね。そう。
サブスクの欠点がさ、使おうと思った時に、ネット認証してくださいって言われた時のあの絶望感。今オフラインですっていう時のあの絶望感すごいのよ。なまじさ、一般的な機能を全部使えるっていうのはいいよ。いいよ。でもさ、書き出しできないとか、いつも使って編集に突っ込んどいたテンプレ？あれを引き出せないとかになった瞬間、私は、あーって泣くよ。なるほど。実際問題さ、ああいうサブスクの欠点っていうのが、テンプレ使った時に、そのサブスクでオンラインで認証してるものを使おうとすると、エラーを起こしやすいっていうのが困るんだよね。なるほど。あと単純にね、サブスクになってるせいか、頻繁にアップデートを促してきます。辛い。辛い。そうだね。アップデートね、繰り返すとね、ソフトウェアのデフラグ化がね、進むしね、断片化をするとね、そもそも、ハードディスクはいいんだけど、SSD とかになってくると、書き込み無理やり使うわけだから、寿命超減らすよね。そうだね。なので、あまり私はサブスクを好きではない。って感じかな。どうせ、アーマードコアの時にサブスク系で使ってるような上書きの速度を圧倒的な速さで書き換えていくからやばいんだよね。寿命をマッハで減らすアーマードコアをやる可能性が。お、新ライオン作さんもいの？らっしゃい。そう、新作の方よ。よいしょ。みんなやるんだな。フォーク。よいしょ。高弘さんもいらっしゃい。フォーク。今、ゆずさんとね、夏らしい風物詩に、まあ見に来てます。花火。ね。こうやってみると、やっぱ花火ってさ、結構肉眼では見れるし、いいカメラ使ってテレビ放送とかやってる時だとさ、かなり綺麗だけど、スマホのカメラだと未だにさ、光量足りないとかそういうのでさ、綺麗に映んなかったりするのはちょっと残念よね。そうお、ね。ライアンさん、まあまあどこはやりたい？やりたい？いいよね。ちなみに多分ね、ストーリーの進行上問題なければ縛りプレイをしようかなとは思ってます。怖い、この人。そう、ただの縛りプレイじゃありません。私はとっつきと言われるファイルワンカーで超音速で動くのが好きなプレイスタイルだったんだよね。お、巨大化やってんのね。傭兵やってんのか。レイブンか。レイブンか。なので私はね、一撃必殺、神装甲っていうのを行くか、本当にパイルバンクは最初から使えないんだけど、使えない場合ブレオンになるんだよね。ブレードオンリーに。で、唯一私が使った遠距離武器っていうと、はい、折り紙。みんな大好きだね。武器腕とかもいいんだけど、折り紙みたいに重量オーバーのグレネードっていうのがロマンがあっていいよね。ちなみに、なるだいたいほ使どうとね。きには、ゲーム開始直後にぶっ破して、パージして、そのままダッシュで、切りに行くっていうパターンだったんだよね。なるほど。いやー、当時は、っていうより、フォーアンサーに関しては、本当にそのプレイスタイルをずーっとやってたせいか、言われてたのが、弾丸撃たれた方向から奴が来るぞーって言って、カウンター撃たれたことは結構ある。なるほど。そうそうそう。結構さ、ああいうなんか、プレイスタイルを固定してる人ってさ、あ
遊んでるとフレンド申請とかしなくても身内感が出てさ、楽しいんだよね。しかもあの時っていうのキャラクリがすごい流行ってて、ガンダムはいるわ、ソーラーアクエリオンいるんだよね。で、小島エネルギーっていうのがあってさ、アサルトアーマーっていうのがあって、それを使って、わーって小島の力場を展開することができたんだよね。おー、なるほど、なるほど。千金戦闘、楽しみなんだね。いいね。いいね、いいね。ちなみに私、ファイルバンカー使って終わった後に、収納式のブレードを使ってました。やったね。なるほど。ファイルバンカーは唯一ね、回数制限があるんだよ。ほら、杭打ち出すから。まあ、だからといってね、必ず使い切ることはなかったけど、通常ミッションでファイルバンカー進めるとさ、ほぼ足りない。おー、レイナードケース系だったんだ。結構かっこいい系に走ってんじゃん。おー、いいね、いいね。ちなみに、ネタに発したとき私はアクアビットマンでした。ゆずさん知ってる？アクアビットマン。俺あんまとこはやったことないからわからない。ネタとしてね、インターネット上にネットミームとして流行ったんだけど、要は、ゴーストバスターズの、マシュマロマン。もしくは、ミシュランのダイヤマン。あんな感じのね、もっこもこした感じの、なんていうか、殴ったら、直吸収されて浮きそうみたいな見た目してるやつだね。ああいう感じのね、やつをやってたんだよ。やってたんだよ。やってた理由がね、地味に、ブースターとか折り紙とか積んでも普通に動けるからっていうので実験的に使ってたんだよね。要は超過重状態で、お客さん、荷物乗せすぎだよ。動けないよ。歩いてもオーバーヒートしちゃうよ。みたいなやつを、うまく回避するために、移動要塞だ。っていう感じにしてたんだよね。そう。で、そうすると、とあるメーカーで全部まとめた方が、見た目はともかく性能は安定するっていうのが当時あったので、そういう感じにアクアビットマンっていうのはちょうど出てて、なおかつ、いい感じの重量バランスがあったので、それ使ってたんだよね。お、逆関節やってたのね。そう、確かに逆関節は移動するときにジャンプすごいさ、跳ねるし、ピヨンピヨンいけるし、両手にマシンガン持っていけばそれなりにさ、制御しながら撃てるっていう強みあったけど、ミッション向けかって言われると意外とね、そこら辺辛いよね。短期集中火力型って感じだったからね。あと、ゆずさん好きそうなね、胸の大きいパーツもあるんだよ。あるんだよ。ロボットロボな胸的な。意外とゆずさんが楽崩しそうかしてなーねえと思っかたのが、そのロボットの、ふう、きゅう、びよーんみたいな感じのことはできる。な。なるほど。で、今回どこまで色をいじれるとか、そういう細かい設定できるのかわかんないからさ、それができるんだったら、万人に勧められるかもしれないっていう史上初のアーマードコアになるかもね。ちなみにアーマードコアは、初心者にはおすすめできません。はい。できないらしいです。お、一日で潰せるよね、アーマーとか。そう。なんと、モンハンのコントローラー持ち方。あれが、練習というか、イージーモードに見えるぐらい、コントローラーの制御、難しいからね。
両手プラス武器の変更と背中の武器と、あとここら辺に収納してる内蔵武器、さらに言うとブースター、メインブースター、ジャンプブースター、クイックブースターって言われる緊急回避用の側面のブースター、さらにボタンの組み合わせで使ってる武器のパージ、格納してる武器を展開しての攻撃、さらにアサルトアーマーが実装された場合にはそのシールドを削って自爆っていうこともできたりするので、これを聞いてるだけで操作やばそうでしょ。ね、でもさすがにいろいろと改善はされてるんじゃないかな、最新作だし。改善ってね、遊び機能を増やしてね、取り回しが大変になっていくのがアーマードコアの改善なんだよ。ねえ、ボタンフル活用だから。フロムだからしょうがねえ。かつね、フロムだからしょうがねえのか。うん。テクスチャーもそうなんだけど、ポリゴンの書き込みっていうのが限界までいくのが、うん、アーマードコア作成陣、フロムなんだよ。怖いな、パソコン。多分ね、パソコン版のね、最終終着地点ね、予想が正しくて、さらに性格が変わってなければだけど、40シリーズが悲鳴を上げるぐらいの性能を引き出さなきゃいけない状態になってると思う。いやばくない？で、ユイノーさんが来たね。まあ、そんな感じなので、アーマードカーを初心者におすすめできますか？あなたはできますか？私はできないよー。バレてた。ねえ。まあ、あれだから、そう、簡単操作あるけど。こんばんは。アーマードカーをね、初心者におすすめできるかっていう内容。やったことないかわかんない。イメージを口頭で伝えると。モンハンってさ、昔モンハン持ちって言われるのが流行ってたじゃない？はい、ユーノンさんだよ。モンハン持ちってさ、ボタンをほぼ指全部乗っける感じだったでしょ？アーマードコアっていうのは、それをさらに小指まで使うレベルになるっていう。十字キーの上に、親指と、人差し指乗っかるからね、下手すると。うんうん。ねえ、そうだよね。で、かつ、操作がね、複雑なものだ。ボタン全部使うし、多分パッドでやんなきゃいけなくなるかな。ていうか、キーボードでやるのできなそうだよね。むしろキーボードでどうやるんだろう。特に移動。で、フォーアンサーの要素を引き継いでた場合には、最高速度というか巡回速度が、常時音速。に。おっと？やっぱ一夜ちゃん重いな。よし。重たい。あー、ちょっと。今日一夜ちゃん重いだね。まあ、この後夜11時から渡るチャンネルっていうところで多分映り込みまーす。いつも通りだね。らしいです。多分ニコ生でやんのか YouTube でやんのかまだ聞いてないけど、多分 YouTube だろうね。ニコ生のね、30分縛りがきついって言ってたからね。これ、まあ、まだそこ30分縛りやってんのか。ニコ生はね、30分縛りは相変わらず。ニコ生は。延長入んないと30分縛り。ね。月500円だしね。うん。月500円も払ってんのに。払ってるんか。俺はもう抜けたよ、あそこ。いないもん。ニコ生、全盛期は多分、3年か4年前だよね。一番盛り上がってたの。
でも盛り上がることあるよ。あるけどね。でも YouTube に捉えてるからああ、なるほど。アッセンブルは確かに簡単になってるかもね。そう、アーマードコアの楽しいところその1が、アッセンブルで、エンジンっていうイメージを持てばいいかな。ジェネレーターとね、まあ、サーキュレーターとか、CPU とか、録音サイト用の CPU ね、とか、内部パーツも、あとラジエーターとかね、まあ、いわゆるクーラーだね、とかも全部自分で選ぶんだけど、見えないじゃん、あれ。そういう系ってゲームで。ロボットの内部だし。見え普通さ、見えないんだけど、フラムはね、おかしいんだよ。組み合わせ時に出てくる、回転するモデルなのに、フル 3D で作るんだよ、あそこ。毎回。お、アサスさんいらっしゃーい。しょうがない。しょうがない。フロムだから。ね、ダクソードも今は作ってるとね、こだから仕方花が火ない。のワールそドの欲しいで、のは。フロムソフトウェアのアーマードコアについて初心者におすすめできる？できない？みたいなことを話してました。ね。でも確かにアッセンブルに関しては楽になってるかもしれない。フォーク。要は実際さ、アッセンブルってそ私はの、買う。組み合わせる方法？ていうかビルドするというか組み立てるやつね。あれに関しては確かに簡単になってるかもしれないけど、廃人用にさ、毎回のことだけど、パーツ性能を尖らせるっていうチューンナップができちゃったりするんだよね、多分、また。また。なるほど。うん。で、その尖らせる方が個人的には、速度に全振りするからね、私。お、大ちゃんだ、やっほやっほー。よいしょー。マサさん、ポーク愛しありがとうねー。よいしょ。アイちゃんにもポーク。いや、でも本当にアーマードコア楽しみなんだけど、それと同時にね、怖いよねー。いやー。またネまあタやがる人増えはるっ増えていうるのもあな。るけど、ぶっちゃけ言うと、格闘ゲームより多分ね、狭き門になりつつあるから、あれ、アーマードコアって。そうなんだ。なんていうそうかなんだ。ね、怖すぎるんだよ、コアで。うん。ただ今ね、あ、ホまあ。ロライブの人が過去作のアーマードコアを配信とかでやってたりするから、スタートダッシュはめちゃくちゃ人多いかもしれない。多いだろうね。ね。いや、多分ね、みんな配信すると思うよ。お、タイ大ムちゃん、ライン僕上ありはがきっととアーマードコアの配信告知でいっぱいになるんだ。僕はそう思っている。確かにそれはあるかもしれ本当によない。ね。そう、だから俺もう初日にやるのやめようかな、あのゲーム。配信するの。いやー。だ、みんな持ってくじゃん。でもね、いや、初絶日にス対タート切るねー。のかやりたいけど、事前ダウンロードあるのかな？どうせさ、ソフトの大きささバカみたいに大きいだろうしさ、多分初っ端にアップあデートを無れ、理やりプレイ入れステーてショやるんでンしはあょう。る。ね。プレイステーション事前あるけど、スチームはないね。そう、それ。でもさ、そう、誰プもレいないステんでだやるかとさ、多分、ら。初日。吸音とか中そういう間の客さんあるでからな。熱量やばそうでさ、プレイステーション5から聞いたことのないような轟音がするんじゃないかなーっていうのを感じてる。恐ろしいな。さすがに、ね。最適化してくれそう、てずっるとと待っはて思たうよけね。ども。そう、我々、レイブン、リンクスに関しては、アーマードコアみたいな、ああいうロボットゲームを待っていたっていうのはある。結構さ、エースコンバット好きとかそういうのもあるんだろうけどさ、やっぱりさ、巨大ロボ、自分で組み立てたやつ、自由に動かすっていうあのゲームのロマンは、他のゲームにはないよね。デモ X マキナも確かに楽しかったよ。まあでもあれはトゥーン調というか、アニメ調だったからね。PS4 版確かにぶっ飛びそうだね。ちなみに過去にアーマードコアがやらかしたのは、Xbox 306がぶっ壊れました。壊れた？うわ、
処理しきれずに落ちました。処理しきれずにって なぜそれで発売できたんだろう。大丈夫大丈夫。どこぞのプロツーバー PS4 ぶっ壊してるね、しかも、ネット対戦ができたんから。だネッけト PC ぶっど、壊してるから。そう、ネット対戦の時に、コマ落ちでも、みんな戦ってます。なんせ動く時に、音速で動くから、目視じゃなくて、音で判断するんだよね、アーマーとかやってる人って。すごいな。ヒットしたって思った瞬間に、熱量でオーバーヒートさせて倒すっていう人もいれば、小島エネルギーっていうのを使って自爆しながら突っ込んでくるっていうネタに走った人もいたんだけど、全員が全員本気で、そういう方向に尖ってました。で、アンセムの悪魔は確かにな。いやー、何怖よい世界り、だな。アーマドコアの怖い世界その1っていうと、ゲイブンって言われる、俺の尻を貸そうみたいなネタが流行ったりするような、そういうちょっと面白いキャラクターもいたりするし、ね。汚いヒロシって言われた敵キャラもいたんだよね。まあ、今は亡き藤原ヒロ恭シ二さんか。がね、声やってるキャラクターがいたんだよね。懐かしいな。なるほど。ね。そういう感じだから、今回の声優陣も気になります。正直気になります。個人的には若本さん出てたら超推す。出ていなくてもまあいいんだけどさ。やっ若本ぱさん、どのさ、作品出てても大体インパクト強い。アーマードコアってさ、可愛い声も確かにいるし、凛々しい女の人の声も確かにいる。ただそれ以上におっさんの声をもっと良くしてくれーっていうのはある。ね、主任よかったよね。愛してるんだーみたいなの叫んでのもよかったけどね。で、今はもうあれが聞けないっていうのはちょっと悲しいし、ストーリー上ね、多分、今やると、サイレンズラインあたりはいろいろとアウトな描写も多いんだよなー。ちなみになるね、ほどね。衛星軌道上から過去に打ち上げた兵器で、越えてはいけない線をずっと無人で守り続けてるところを突破するみたいな感じのストーリーあるんだけど、モロはなんか、戦略兵器とか、いろいろと使ってはいけないものが出てくるので、今は多分流せないかなーって感じになってる。なるほどね。に。大塚さんもねー、そうだねー。でもいいよね。大塚さんは多分、レギュラーじゃないけど、なんかメインキャラクターでいそうだよね。あと、関さんもいるのかな？で、今回、パイロットもどうなるんだろうね。主人公の立ち位置がさ、まだ、楽しみにしてるせいか、ストーリーとかそういう前振りを一切私はまだ確認しないようにしてます。でも多分出てないと思うけどね、まだ。出てないと思うんだけど、出てたら怖いので調べないようにはしてる。完全に初見で楽しむと。そう、完全に私は最初のパイロットになりたいんだ。ゲー一ムを番楽始しめるいとあきれだとに、思います、それね、は。もうパイロットでいたいし、ね。で、あと、アーマードコアのそのコントローラーやんのもいいんだけど、専用のガジェットが出んのかなっていうのもちょっと気になってます。昔と違って今ってさ、本当にゲーミング PC も流行ってきたおかげもあって、まあ、某ゲーム、ロボットゲームの時みたいに、コックピット型のコントローラーっていうのも確かにあるんだろうけど、今はもう自分でカスタムしていろいろ置くっていうタイプに切り替わってくるんじゃないかなっていうのを期待してる。ほら、レースゲームでいうさ、ハンドルのコントローラーみたいなのをいろんなメーカー出してるような感じ？あと、エスコンのこういうさ、操縦桿のね、コントローラーとかもあるけど、ロボット系は実はそんなない。
ぶっちゃけ言うと、作ると高くなるっていうのはあるんだと思うんだよね。そう、て、うん、てき、てき、それ。Xbox とかの時にさ、流行ったけどさ、こう置いてこうやって動かすのがな、いいよね。ただね、うん。ああいうでっかいコントローラーって憧れあんだけどさ、家電量販店で店頭で見るとさ、これ部屋置けるってなんない？まあそういうのはあるかも。ね、物理的に言うと、二乗位を使うんだよ。物を置くだけで。ねえ、やばい最よ。悪に。で、今は暖房地とかそういうのも流行ってきたのもあって、多分高さも行くんだよね。ああいうの。下手したらこういうモニターをこっち側に持ってくるんじゃないかなーっていう感じ？てかこれやりたい。こういう感じのモニター。上からこう下ろすモニターを出してみたいね。やっほー。それこそ本当にガンダムとかさ、マックラスのような、そういうディスプレイの仕方っていうのも、ゲーム専用っていうのに出てくんじゃないかなーっていうのは思ってる。なるほどね。何より今ってさ、まあ一般人とか私とかもそんな触ってないからあれだけど、ゲーミング PC の大見切りをみんなネットの界隈でやってるかのような時代じゃない？しかも水冷式を自作するような猛者がいるような時代だし、その中にフィギュアを飾ったりとか、ね、アイテム、すごい飾るような人たちがいるような時代だから、そういう細かい設定をする人たちが、こういうガジェットを本気で作り出したら、え、これ、企業制作じゃなくて個人制作なん？みたいなのを見れるかもしれないっていう、知的好奇心が、こういうゲームの発売前にはすごい出てる。それを少しあるかもしれない。なるほどね。ね。で、しかもそういうのもさ、最近の企業系は SNS を活用するのも多くなってきてるのもあって、意外とそういうさ、ネタになるようなものを拾ってくるっていうのもあるから、すごい目につきやすいし、アピールしやすい、アピールされやすいっていうのもあるおかげで、楽しみなんだよ。楽しみなんだよ、ほんとそういうの。なるほど。ねえ。そう。今は本当に 3D プリンターでそういうガジェットパーツを作る人っていうのはかなりいるからさ。ぶっちゃけで言うと、うん。ガジェット作るときに30センチぐらいのパーツ1個ずつ作れれば、超巨大なの作れるからね。そうね。ね。何より今ってさ、そういう PC ケースもそうだけど、固定する工具系っていうか、パーツ系？かなり昔より多様なものが出てて、なんならあれよね、グラフィックボード普通こう刺すものなのに、ケーブルと固定用の金具がもう、こう刺したやつをこう出したいよみたいな感じで設置するのもあるから、そういうものがあるぐらいには、いろんな金具が出てる。なるね。ほどね。しかも職人技じゃないかなと思うんだけど、ブラウン管の見た目を本当に中身だけこっそり液晶モニターに変えるみたいなそういう猛者もいるからさ、どんだけみんな加工できんのよっていうツッコミ入れたくなるもも言ってもわからん。ん。ねえ。意外とねー、うん。一般製品に見えるやばいクオリティ多いしね。あと、スピーカー周りとか音声周り。それもさ、なんかこだわってる人はやばそうだよね。私は多分ね、インカムをつけて、パイロット系のやつをやると思うんだけど、ヘルメット被る人で、かつ、アップルのゴーグルみたいに、モニターここに持ってくる猛者いるんじゃない？ヘッドマウントディスプレイタイプももしかしたら出てくんじゃない？ねえ。そういうの系出てくるとさ、いやー、
どうやって作ったか分かっちゃった。自分でも作りそうで怖いよね、今。パーツとかに関してもブースとかで販売してる人いるからさ、そう。バイブトラッカーの固定用金具とかね。ああいう感じで意外とね、出してくれてる人とかいるので、うん。そういうの考えると、アーマードコアみたいに、ヘッドマウントディスプレイをさらに使ってやってみようみたいな人用の拡張アイテム、拡張ソフトとか出す人いるかもね。なるほど。いやー、楽しみだわー。ちなみにみんなは重量系？それとも軽量系？どっちが好き？ロボット。ってやろね。理由も述べる全と体スね。タイル的にはスピードフォローするのも好きだけど、見た目的には重量系の方が好きかおう。な。やっぱあれかな。巨大なロボがどしどし行くっていうか、重量を感じさせながら近づいていくっていう、威圧感出すのがいいみたいな？もあるけど、基本的にガンダムとかでもアッカイとかデュオン水泳部とか来たから。おうおうおう。という感じらしいね、ユノさんは。ちなみに私はね、結構、見た目が独特なものが好きだったりする。ガンダム系で言うと、ベアガイみたいな？なんていうか特徴がすごいし、何より、絶対これ中に人乗れねえだろうみたいな突っ込み入れたくないやつ？それこそかっこいい系で王道で言うと本当にさ、ナイチンゲールの方が好きだよ。ね、サザビーよりナイチンゲール派です。に、そんな感じ。なので、ビッグイドッキーメカに近い感じのものが好きかもしれないっていうのと、びっくりドッキリメカ。うん、だってダムかな。さ、ザクレロとかビッグリムドッキーメカじゃん。に、なんなら、普通に私、ザクよりザクタンクの方が好きよ。で、ザクタンクよりも、立ち上がって変形する、連邦かなんかの戦車？モビルスーツモードがあるやつ？あれをプラモで見たときに、あ、かっこいいなーって思って、そっちを買っちゃうよ、人間よ。なるほど。ね。ちなみに、ゆずさんの場合は、やっぱ重量系？胸部走行もりもりの。そうだね。なんていうか、あれでもいね。や、単純に、あれだね。武器もりもりの方がいい。動く要俺塞はタガインプダムよりユーかザータイプだから。ガンダムでいうサイコザクみたいなのがいいね。ー。なんか、すごいコアなところ来たんだけど。何でもうん、がいい。ザク3カスタムが好き。なるほど。あ、ガンダムで思い出したけど、最近さ、水星の魔女見てて、まあ最近というか、ここ、メジャーになってから水星の魔女見ててさ、どう見ても、とあるガンダムが、アーマードコアにしか見えないっていう感じがするんだよね。怖いよ。いやー、だってガン見ダてムならきゃしいなんといとうわも言えけじゃない。なくてさ、どう見ても、カラスワとかそういうのを持つような、アーマードコアの、ビーム実装兵器のロボットというか、機体にしか見えなくなってきててさ。ね。で、プラモを見たときに、どの機体だろここら辺にね、うん。なんか、バーニアとかもついてるし、あれ？これ、クイックブースト？クイックブーストみたいな感じになってる。で、中には強化人間を入れる。で、主人もうそ公、れ、ね。境界人間で言ってね、悪い期待しかないじゃん。で、かつ、足の形がさ、プラモで触った時は分かったけど、鳥足みたいにこう変形させて、これ黒になるよねみたいな。ね。しかもさ、色がさ、グレーとブルーに近いような
ちょっと暗めの、ああいう渋い色なのに、パーメットスカートとかそういうのがあるから、ところどころ光ってて、かっこいいよね、みたいな風になってるからさ、やばいよね。なる今ので大体ほど。なる人ほわど。かってるだろうな。お、確かにチチュ先ちな輩み乗っにてチたチデュミさトんレーは、ダーも、アーマードコアのノーマルタイプの AC に見えなくもない。初期系のやつだと確かにああいうごっつい状態あったもんね。つまり、水星の魔女はアーマードコアだった。影響を受けている可能性はありそう。というよりも、ああいう細かいさ、作り込み？デミトレーダー見ててわかるけど、出たらさ、昔のガンダムとかの形式で行くとさ、つるーんってなるじゃん。ボールぐらいに。少しの書き込みあるかもしんないけど、あそこまで細かいさ、ディテールを彫り込むことなかったと思うから、まさか、いる？フロムソフトウェアの誰か。確かちょっにとアー水マー色ドはコア大体しね、かないね。アーマードコアのチームから外れてしまった人とか、引退した人とかもいるかもしれないし、違う業界に移った人もいるかもしれないから、脈々とアーマードコアの種は世界にまかれていたんだね。なるほど。ロボットアニメを見たら、みんなアーマードコア思い出すんだ、みたいなレベルになるのかな。そこまでか。でもさ、ロボットアニメさ、こう、尖ったデザインになってくると、腰がキュッとなっててイケイケのさ、手足が長いとかそういうの多いじゃん。それこそファフナーとああ、か、ガンダム00みたいな。そう、ダブローもそうだし、ファフナーとかもそうだしさ、なんなら、今回の水星の魔女の、地球側のガンダムなんて、見た目も尖ってんじゃん。絶対あれ手足入れ替わりじゃん、みたいな。ね。なので、そういう意味では、まあまあ、脈々とデザインはもう、いってるね。楽しいね。まあまあ、そんな感じでね。アーマードコア、楽しみだね。いやー。そうね。久々にさ、ゲームの発売で胸が躍るって感じ？そう、それこそね、ガンダムの武士道が言ってるように、これは愛だみたいな感じのレベルになってるね。あれはもう強烈なキャラだったな。ダブローってさ、まあ、結構内容やばいぐらいに濃いのよね。特に、本編終わった後の、まあ、主人公とグラハムの絡み？プラス、グラハムを何とかして、剥がそうとした時の、苦労みたいな感じになってるけど、なんせグラハムにダブローを渡すからね。朗読劇やってたけど、ね。お前がガンダムになるんだみたいな感じで渡されるからね。このガンダムを使って皆を守ってくれ。お前はもうガンダムだみたいな感じで渡されて、よーし、わかったーみたいな感じですごいテンションでやってるからね。しかも、一緒に、まあ、回収型でかなり強化されてるはずのスナイパータイプのガンダムを一緒に預けられて、パートナーがいるわけなんだけど、性能的には圧倒的に劣るのよ、そのダブローの方。設定上聞いた通りなら。なのに、気合と根性と愛だけで、それを覆してる変態なんだよ。グラハムさん。なんそうなんですか。なら、一回死んでんのに、呼ばれたから復活してるからね、あの人。私が少年たちの呼未ばれ来をたか切りら開く復みたいなこと活？言って、散ったはずなのに。しれっと復活してるからね。どういうことよ、本当にもね。いやー、イノベーダーもどきになって復活してるからね、あの人。ダブルあたりから水星の魔女始まるまでガンダムシリーズ見てなかったけど、こんなことになってたんだ。
しかも朗読劇っていう本編終わってから何年か経った後にやったお祭りみたいなやつに披露されたさ、本当にシナリオを読んだだけのやつで、そういう変な設定出したやつがさらにメタルビルドになって復活するっていう謎のね、ムーブをやったからね、あの人。なるほど。いろいろと濃い人なんだな。すごい濃いし、なんなら、私の中でガンダムで一番濃いキャラクターっていうのが、マスターアジアだったんだよ。それはめっちゃわかる。あれより実は濃いそんじれゃはないっそていう、もう、そう、先手う。を不あれ要は者とかそうそうじゃなくて、キャラクターの濃さで言うと多分グラハム一番だよ。00をまとめてグラハムの一覧みたいなやつがあるんだけど、それ見ると、やばいよ。これは愛だとか、会いたかったぞガンダムみたいな。なんか、ターン X のお兄さんの最高テンションをずっと保ってるような感じだから、あれ。そりゃ、東方不敗より、マスターアジアより全然キャラ濃くなるよね。なんせ、マスターアジアさ、自然を愛して土門に託して血を散るから、退場の仕方は綺麗なのよ。せいぜいネタになってるのは、そもそも、ガンダムの顔が、そのマスターアジアとかになって体がぐるぐる回ってる状態で、飛んでくるからネタになってんだはいよ。ね。ね。まあ、お、ライオンさんもフレイル、次ありはがとこれね。で多かったかな。ベニスベニスママーン。ンがいる。ね。うそだよー。暗いな。ああ、いいぞ。ちなあ、ベニスみに、ママはやだな。ちょっと。試せませんか、そう、ベニスマジーガンは、自然環境マは。おじがさんはいいテーけマでど。す。ベニスマンは勘弁してほしいな。ねえ。意外何と言ってね、んだガよ。ンダムってそれぞれ面白いテーマを別掲げにられてここにいるて、だそけのだ時よ。の問題楽しとんでるだけだ。か、まあ時代を反映するような設定があったりするのが面白いよね。それはある。テンプレで結す。構その身近に見せる工夫っていうので、そういうのが盛り込まれてるっぽいんだよな。今回で言うと本当に人権問題じゃないけど、水星の魔女ってさ、医療ってどこまで大丈夫？みたいな感じのところとか、人の意識とか人とは何かみ、で、PC みたいなああいうデジタルが復旧してきたことで起こるメタバースみたいな感じのそれぞれのデジタル空間に対する扱いの難しさ。あと、AI とは、みたいな感じのとなるころほどにね。切り込んでる感じはするし、それがテーマなのかなっていうふうには思うよね。なので、そういうふうな目線で見ると、一旦見たやつをもう一回見たときに楽しめるっていうところがあるので、ぜひぜひ、アーマーとか発売前まで楽しんでみてね。なるほど。みんな買うんだ。でもね、私の中でね、水星の魔女一番ね、イラッてしたポイントは、女性の会社あったじゃん。こういうなんか、タイツ履いてるような太ったおばさんとか痩せたおばさんとか出てくる4人組のやつ。しれっと裏切りまくる人、あの会社。あー、なんかそすごい陰険そうな、あのう。人を作ってるとこ。そう。そう、それ。あれがね、わか本ら当にない。なんか、他のところのやる何か行動するよりも、一番あくどいっていうか、一番なんか、もやるんじゃ、もやるんじゃ、みたいな感じになるんだよ。他なんかそれぞれの正義があっ水星のて魔女めっさ、ちゃ何楽とかだ行動するけどさ、あな。いそう。あそつらこだはけね、本当になんか悪質な感じすごい全嫌だ力な。であそこら辺、コウモリだよね、いわゆる。いや、でも、あれがあることで、そのああ、物そ語っちがから来引きて締るまっんてだ。のはわかるのよ。わかるのよ。企業間の黒いところっていうのがあそこに集約されてるからわかるんだけど、それを差し引いてもやっぱ燃えあるんじゃん。ね。なるほど。見たことないから分からんけど。ゆずさんが好きそうなキャラクターがいないから多分見れないんだと思うんだよ。こうないもん。
ね。いや、なんかそこまで。ちなみに私が見てた理由が、そう、学校のシスターが好きだったんだよ。あの子が好きだったんだーっていう。ユニコーン見たことない。意外と口悪いのにいい子だからね。相談乗ってるし。地球よ、宇宙よ。ちょっと関係なく接してるし。なんだかんだでいい子だよね。キュピーンつってる時点でもう。なんだかんだ最初は嫌いだったけど、今は結構グエル君結構好きかな。グエル君はあれもう主人公だよね。うん、あの、ソロキャンやったあたりからさ、やばいよね。パチスロの話してるよね。うん、あのあたりからだいぶ成長してった。そう、あそこら辺でさ、グエル君がソロキャンパーになってるの見て、笑っちゃったもん。あれ一人だけゆるキャン始まったみたいな。そう、ゆるキャンでネタにされたからね。ね、超ネタに走らされてたしさ、なんだったら、その状態で落ち着いてて、で、覚醒の時に、髪の毛超伸びてたじゃん？かっこよーってなっちゃったからね。違う違う違う。ユニコーン、正式なユニコーン。おー、グエル君はやばい。そんな音すんの？そんなパチスラーがやばい。最初ただのあの、そう、グエル君。いや、意外とさ、今、リスナーさんが言ってたんだけどさ、グエル君そのうち行きそうで怖いって言ってんだけど、あれ、グエル君より多分、グエル君の弟の方が行きそうで怖いんだよ。それはあれ、多分結局グエル君と戦って最終的に死んじゃう気がするんだよな。っていうより、多分ね、またグエル君の強化フラグの時に、身内がまたぽっくり行くんだよ。これ何パブリックですか？だよね。ね、逆にあれかな、あの、なんかの表紙にあのグエル君かばって死んだりとかありそう。そう、あの、喧嘩してる状態なんだけど、今、お父さんを殺したのはグエルだって言われてるのを聞いちゃって、なんか、もやってるんだよね、あれ、見てる限り。そう、で、全部ミオリのせい、ミオリのせいだって思ってるんだよね。そう。で、実際にはグエル君はミオリネをかばう立場になっちゃってて、フレンドだよ。自分はもっとそれ以上に辛いことを経験してるからミオリネに優しくなってんだよ。もう、ほんとヒロインと主人公みたいになってんのよ。なのに、それをなんか八つ当たりしそうな弟さんがいて、かつ弟を慕ってる子がもう重傷になっちゃってんだよね。いやー、やっぱりね、ガンダムは、畳みかけてくるね、展開を。水星の魔女はね、ツークルメーカーの畳みかけはね、半端なかったね。個人的にはね、やっぱトマトとこれかな。あー、やめなさいか。そう。トマトのエアリアルね。お菓子とのエアリアルとか、あのフレッシュトマトアイテムなんか、だいぶそれが話題になったじゃん。話題になったっていうか、エアリアルのお菓子出てるときに、最初のときからトマトが出てた時点で、不穏な空気が流れてたんだよ。なんであんのみたいな。塩とさ、チーズとトマト。で、トマトだけがやばいぐらいに売れてんだよね、今も。ちなみに、私、トマト見た場所、ヨドバシカメラしか見てない。他のところ売ってんの見たことなーい。スーパーで結構売ってましたね。逆に焼きトウモロコシは全然見なかった。だねー。さてさて、お時間的には10時51分なので、そろそろ私の枠は一旦閉じます。この後にまあ、わたるちゃんところに移りに行くかなーと思うので、そちらの方で、まあ、お会いしたらよろしく。よろしく。あとはあれだよね。来月からほとんどイベントが目白押しになってるバーチャル空間。まあ、VKET とかもそうだし、他のね、ミュージック VKET とかも始まるしさ。さらにね、いろんな個々のイベントもいろいろみんな走ってみたいなので、楽しそうだね。かつ、学生組がそろそろお休みとかそういうのが重なってきて盛り上がる時期でもあるので、VR の新しい人口が増えるかなーっていうのを期待してます。見てない。ああ。見てない。ね。気になってしまう。なので、それも楽しみに過ごしてみましょう。ではでは、おーつどくーバンゲリオ。お疲れ様でした。おいしょー。
エヴァンゲリオンもいいかな。